お、来た。どうも、漁師正人です。さて今回なんですけど、釣り企画でございます。何が上がってくるんやろ。とりあえず釣り上げますね。重い重い、ぼちぼちある。重ないな重ないなちょっとリアクションオーバーでしたけれども、まあカサゴ、ホゴ、関西方面ではねガシラって言うんでしょうかね。これが釣れました。でですね、皆さん今回の企画なんですけれども、まあ、サムネタイトルでもお分かりだと思います。目の前に見えてる島、無人島がございます。あれにですね、ぐるーっと一周この針と餌がついたですね釣り糸をぶち回します。で今回はですね、ぐるっと追い回す釣り糸は 200m 用意したんですけど、ちょっと見てください。はい、ここに置いとんですけれど、じゃじゃーんと、いわゆるタコ糸ですね。近くのホームセンターで買ってきました。まあ 100m で500円ぐらいだったかな。それを2つ 200m 用意しました。でこれにはですね、このように計こっちで50個の針がついてます。で放り込むのはぐるっとね、皆さんカメラと一緒に回ってもらえば分かるんですけれども、この割と大きな底引きの漁船です。で潮もあります。で今日はね、幸いなことに凪で風はあんまりないんですけど、それでもね少し操船はしづらいような状況です。本当だったらね、もっと小型の漁船でこれを追い回せばいいんですけれども、なぜこの漁船を使用するかというと、これね釣りと言いますか、ハエ縄漁業になります。立派なハエ縄漁業という漁になるんですね。でこれはね、カメラマンもしてるケンちゃんも知らないことやと思うんやけど、漁業権にはね、まあ、いろんな漁業権があるんやけど、でこれはハエ縄漁業ね。でこのハエ縄漁業はこの船についてます。ああそうなんですか。そう、許可がこの船についてる。僕についてるわけじゃない。ということはもうケンちゃんも分かったと思うけど、この船でしかできんってことなんで、ちょっと大きい船なんですけれども、ケンと、まあ、2人とも初めてやる作業なんで手間取るかもしれないですけど、まあ、頑張ってやっていきましょう。はい。でこのハエナはね、2人で一生懸命頑張って作ったんですけれども、あ、リュウももう一緒に作ってくれたね。この100メートルのタコ糸から枝がついて50センチぐらいですかね、ナイロンの3号、そしてこの針がついてるといった仕掛けです。で針から針はおおよそ一広 1.5 メーターぐらいに取りました。でこの針にですね、今回使用するつけるですね餌は2つ買ってきてあります。エビとイカナゴ、まあキビナゴですね。で今からね、先にケンちゃん餌をなつけとった方がいいと思う。僕もそう思います。なその作業をちゃちゃっとするか。はい、よし。ケンはまあここで放り込んでいく形やね。はい、これ針が50個ついてあるから順番通りに出ていきます。こっちからかな。そしたらもう一個一個餌をつけていくだけですね。ちょんがけです。ここに置いて、こちらもちょんがけして、でここに置いておきます。ちょこっと、これを50個用意。はい、このようにまあ6つ並んだんですけど、ケンとちょっと相談しまして、なんか嫌な予感がすると、この辺がなんかぐちゃぐちゃになりそうな予感がするということで、まああれはあれで置いといて、途中からはここに差し戻すような感じでずらっと並べようかと思います。どうなるかわからんね。はい、まあやっていきます。はい、はい、こんな感じでケンちゃんアップして、エビ多めですね。不安結構あるな。はい、まあケンが放り込んで、で俺が操船するから、絡まるんが怖いんやろ。絡まるんが怖いです。多分大丈夫やと思うけどな。まあやってみましょう。はい、はい、ケンちゃん準備できとる？はい。さあ視聴者さん、放り込む水深はですね、だいたい5、6メーターから12、3メーターぐらいを目指します。今が7メートルぐらいですね。じゃあ、はい、浮きから、はい、浮きを投げ入れて。ケンちょっとストップ回収、浮き回収、浅い。ちょっとですね、島に寄りすぎて浅瀬に行き過ぎちゃったんで、まあ、最初だけやり直し聞くということで、やり直します。今8メーター、OK、いいよ。はい、じゃあ。今7メーター、はい、いいよいいよ、やれやれ。入れて。重、はい、りも結びながらやっていった方がいいですね。そうやな、手伝いに行くわ。はい。今11メーター。はい。どうしてもね、重りがないと多分海底でね、このタコ糸が吹き上がってくると思うんですよね。オッケー、投入。はい。重りつけるタイミングで呼んで。はい。今どのぐらい投入した？もうほとんど終わりました。あ、ほとんど終わった。はい、OK、はい、ラスト1本。あ、ちょっと緩めてもらえますか。あ、まずい。あ、切れた。公平入ってないんやけどな。切れたな。切れました。張った瞬間すぐやったね。はい、まあ危惧しとったんやけどね。でニュートラルやったやろ。はい、だから船引っ張られん状態で後ろ行って最後の重りつけようと思ったんやけど、
まあ、潮と風やね。もうちょっと太いロープやったな、やっぱ。惜しかったんやけどね。あ、惜しかったですね。もうちょっとやったんやけどね。まあ、なんとか回収できるでしょう。まあ、100個やったんが95個ぐらいに現在なりました。はい。ということで、まあ、残りの50個めげずにやりましょうか。はい。はい、切れんように、今回は残りの50個頑張ろう。はい。俺もちょっと操船気使うわ。ただ、ちょっとね、潮が入ってきたんや、ケンちゃん。さっきは潮止まりだったんですけれども、今結構来ちゃって、で今ぐるっと半周して、この辺でね最後切れちゃいました。だからこの辺からまたぐるっと半周したいと思います。さあ、そしたら残り50やりますか。ケンちゃん OK かい？はい。じゃあ浮きからちゃちゃっとお願いします。はい、よいしょ。張ってきました。ちょっと潮で流されよるわ。ゴーフ入れてない？いるんだ。あ、いるんだ。思いつけよ。貼ってます。はい、じゃあ出して今ニュートラルやから。離す？まずいです。重りがつけれんな。はい、もうこの剣針につけるわ。これ、あ、はい、こっちの方がいい。仕方ないです。はい、一旦沈めろ。今ちょっとねここ離れてるんですけれども、なんとか外せ大丈夫か？まずい。まあ、なんとか一応海底に放り込むことはできたと思いますね。はい、どうしようかな、いつ上げようかなと思ってるんですけど、さっきまで潮が止まっとって、今はちょうど来始めたぐらいで、これからどんどん速くなってくるんよ。潮が入るとね、回収も難しくなってくるから、待ちますか。まあそれまで何がね、この無人島の近くに生息しとるか、釣り竿持ってきてるんで釣りますか。はい。え、釣れたて？あ、釣れました。どんな感じ？あ、重いです。ほんまかいな。さあ、果たして無人島の近くの魚、おお、親方より大きいの釣るね。ナイス、ここやね。いいサイズやん。めっちゃうまそう。今日の煮付けやな。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。さて、あれからですね3時間ぐらいが経ちました。ちょっと離れた場所におったんですけど、様子見に来たらケンちゃん思ったより引いてるね。はい、まあ、もちろんね引き潮だってことは分かっとったんで、まあこういう状況になるってことは分かっとったんですけども、なんかですね、ああいう干上がり石っていうんですけど、まあ鳥が立っとるけど、まあ最初にもお伝えしましたけど、この船機動力はまあまるでないので、あそこ僕たちが放り込んだ黄色い樽発泡スチロールもあると思うんですけど、まあこれは4年ね。はい。ケンちゃん、俺らは潮止まりのことをヤオリって言うんやけど、ヤオリは1日まあ4回で、24時間のうち4回ほどあるんやけど、満潮のヤオリに取りに行きましょう。はい。これやった時が12時ぐらいだったから、次来るのは夜中の12時か1時のヤオリ、潮止まり。まあ夜は危ないので、明日の昼12時か1時のヤオリ、潮止まりに取りに行きましょう。今日は一旦帰ります。もうちょっとね、風とか潮が来たら、こう石にもたれていくんね。でペラがカツンとその石にでも当たったら何十万っていう修理代が来るから、より余裕のある満潮の潮止まりにまた来ましょう。はい、出ました。さて、翌日です。ケンちゃん24時間ぐらい経ったな、大体。はい、ね、皆さんお察しの通り、僕とケンは不安しかない。まあできるだけその1本でも多くの針を回収するために、今日はちっちゃいね、まあ、天馬船とか和船とかいたりするんですけど、それを持ってきてます。で、仕掛け取る無人島があれですね、この大きい船はここに停泊して、あのちっちゃい船でケンと共に向かって回収するというわけですね。ケン、バカでかいイカリさっき積んだな。はい、重かった？重かったです。で、あれを落とすわ今から。はい、はい、でこの船はね、このワイヤーがもう備え付けられとんで、これでもう止まっておけば OK なんでね。よし、これで蹴り落として、で今15メーターぐらいのところ落としましたけど、まあ、15メーターやったらまあ3倍は欲しいかな。だから45メートルぐらいで、まあその45メートル以内に何か障害物とか、まあここやったら島があるけど、そういったことをまあ気をつけるように。はい、そんな感じですね。まあそんな難しいことはないです。 OK、 行きましょうか。エンジン止めてメインも切る。いい、楽しみと不安どっちが多いですか？不安ですね、正直。さあ行くか。で、針は85個やったんかな。はい、85個装着して海に放り込んでます。まあ視聴者さんもその辺はね、まあ楽しみと、あとどうせ取れてないやろっていう、まあ両方のね意見があると思いますけれども、
目標は高く30匹ぐらい目標にしとくか。いやでも分かんないです。分かんないな。はい、それは85匹の可能性もなきにしもあらずやもんな。はい、はい、ということで今からあげるんで視聴者さんもぜひお楽しみに。ゼロだったらごめんなさい。そしたらまあ最高85匹入るぐらいの水は入れときましょう。よし、 OK。 で最初やったね、失敗した1個目の方やってみます。塩いっとるか。ちょっと重り上がってるか。上がってないです。かかってる。もうちょっと右斜め前で、あ、取れました、うん、手応えあるか。手応えないです。あ、ハリー、そう、上がってきとるやん。上がってきてますね。上がってきとるな、はい、気をつけてよ、手。はい、あ、餌ついとるやん。餌ついてますね。しかもこれイカナゴやろ、キビナゴやろ。はい、キビナゴ24時間持つけん。これ底引きの船やったら絶対無理やろ。そうですね、絶対無理。もう切れとるわ。重そうやな。地面ですね地球っすか。はい、引っかかってます。頑張って外してくれ。これはまずいかもしれないです。反対側はないんで、ちなみにまずいかもしれないですか。はい、こっち側が上がってこんかったらもう上がりません。お、多分取れました。上がってきます。若干の重みが、若干の重みがあり、引っ張ってる感じはぽいで。ぽいですか、うん、ハエナワ漁っぽいで。ケンちゃん、おお、あはは、でででででで、でかいやん。でかいです。でかい、でかい、生かしとこう。はい、ハエナワ漁記念すべき一匹目ですよ、ケンちゃんタコ糸で捕獲しました。それがやるとき切れた感じだね。はい、ということ で、 そうです、ね、45個多分回収できたと思うんですけれども、取れた魚は45分の1です45分の1、サイズ的にはいいんじゃないですか。はい、だいぶ大きいです、ね、なんか俺は嬉しいんですけど、どう思う。企画多分終わったなと思いながら次の企画考えてん。もっと太いさ、このタコ糸を準備して、まあ多分ロープに変えると思うんやけど、それで取り直して1本の動画にしなきゃいけないかなとか考えてたんやけど、これで多分視聴者さんギリギリ許してくれると思うわ。ボツ回避ですね。ボツ回避やと思います。その嬉しさですね。その嬉しさです、はい、じゃあもう一つあげましょうか。はい、でやっぱ保護やったね。はい、で1日置いたから、もうもちろん夜中を過ごしたわけやん。アナゴがワンチャンかかっとるかなと思ったんやけど。あ、僕も思ってましたね。あ、そしたら剣見えてきたから。はい、その黄色の樽やね。そういう浮きのことな、樽ってよう言うわ、この辺の漁師さんは。はい、樽。どっち。ゆっくり前で。ゆっくり前、はい。ケンちゃん、やっぱ穴子やね穴が欲しいっす。僕さっきの場所よりも海藻が多くて、うん、ほんまやな。それに針が引っかかってる感じかもしれないです。海藻だらけですねもうでっかい海藻が見えてます。あっあっあ、おっとおっと、ケンが言葉を発しました。魚が見えました。魚が見えました。はい、これです。どこですか。ここです見えますか。ここにおベラですね。ベラですね。この辺のベラうまいんで、あとで食べようぜ。はい、海藻とともに2匹目が上がってきましたね。はい何してるんですか。海藻が邪魔でわかめ、石も上げてきたねわかめと石、ほんまやね、わかめやね。これ一応兼遊びとはいえ、もしかしたら漁師の第一歩じゃないですか、はい、一応ハエナワ漁ですから。これはどうですか、初の漁。めっちゃ楽しいですねほんまにまあ遊びみたいなもんやもんな。定置網とどっちが楽しい。こっちです定置網はたまに注意されるから。そうです、ね、まあこっちもこっちで注意はされるんですよ、うん、せやなあ、まだ見えてきました。魚が。本当に大物っすか。かなりの重いか。かなりの大物です。よいしょ。え、ちょっとそれ君は漁師に向いてないわとりあえず置いときます。はい、魚やな。それ何か分かんないです。何が上がってきたん。はい、これ市場で売れたりしますかね。何、どれ。君は漁師に向いてない。おもり。あ、おもりね。急遽針に引っ掛けた。針に引っ掛けたおもりが帰ってきましたこれ急ぎすぎてさ、急につけたんやな、はい、あれつけた先確か10個ぐらいやったと思うんだけどな。さあ、あと10個ぐらいです。引っかかったん。引っかかってます。
大物可能性ないですか？ないですないですよな、分かりませんねって言え、分かりませんねいや、芝居が下手か。最後の針、下げていきます。あ、そっか、最後さ、手間取ってそんな感じで入れたんじゃなかったっけ。はい、思い出したな。それが上がってきました。さあ、そしたらとりあえず無人島後にして底引き網の船に行きます。島から帰ってきました。まあ、だいたい船で40分ぐらいですかね。遠すぎず近すぎずって感じですね。取った魚は痩せた方が、結構痩せてますねこれ。あとはね、ベラ、この辺ではねギザミって言ったりもするんですけれどもね。あとこいつもおるね、ちっちゃい方、こんな感じ。そしてもう昼過ぎたね。ケンちゃん、はい、昼飯食うか。これでちょっとチャチャッと作りましょう。はい、おい。外で調理無理やね。はい、はい、暑すぎます、ね、暑いね。まあまあ疲れてるね。あ、めっちゃというですね。まあ2人とも疲労困憊の中なんですけど、この3匹をですねこれから調理したいと思います。どう調理するかという前に、もう全料理鱗を落とすから、鱗落とすか。はい、はい、よし、終わりました。というか金ちゃん、俺多分髪型やばい、帽子かぶっとったんやけど。あ、やばいです。やばそうか、はい、まあこのまま調理を続行しますね。気にせず内臓を取りましょうか。でケンちゃん、このちっちゃいの針がついとったんか。はい、っていうか飲み込んどったんか。はい、飲み込んでもう死んじゃってたんで、ああ本当は逃がしてあげたいですけど。まあ美味しく食べるか。はい、これはエラやね、ケンちゃん。ああ、エラです。エラにぶっ刺さってます。はい、さあ、そしたら内臓を取り終わったんで、で何の調理にしようか考えてたんですけど、今日南蛮漬けでいこうか。はい、南蛮漬けで三枚よろしかな。やっぱ骨があったらな、邪魔やからな。はい、切れ込み入れて。あ、でもケンちゃんプリプリやね。やっぱ身離れは悪いね。あ、骨に結構ひっつく感じがあるね。めっちゃ白い、いい身やね。うまそう。で最後離して OK です。はい、そしたら反対側もやっていきます。痩せとるわ、ケンちゃん。ああ、そうですね、めっちゃ痩せとる。こう見たらほとんどが骨ですね。うん、ほんまよ。だからこれやりづらいんだ。こっちのね、身はまだ取れるんやけど、この辺薄いで。はい、そしたら腹骨取って、全然もう身が残らなくなっちゃったんですけれども、この身を切っておきます。これで OK。 反対も同様に腹骨すいて一口大に切っておきますね。 OK。 あとはベラですね。ベラ、ケン、俺ベラの三枚おろしなんかやったことないんやけど、まあやってみるわ。はい、さっきの保護よりは肉厚やわ。はい、ガイドライン引いて、いい色しとるやろ。そうです ね。ただちょっとね、身が柔らかいんで難しいです。最後切ったらこんな感じの身ですね。はい、切り離しました。こんな感じですね。もうちっちゃい魚なんでざっくりいきます。腹骨取って一口大に、もう3つぐらいでいいかな、しておきます。反対側も腹骨もざっくり取って一口大にしておきます。はい、どうでしょうか。 OK。 頭は落とすか、ケンちゃん。はい、頭落としてヒレをハサミで落としておきます。これでいいんじゃないかな、どう思う。さすがに多いかな、骨。ジョッキジョッキと。 OK。 さあ、変な頭やけど、とりあえず身は完成しました。そしたら
きゅうりも加えて、玉ねぎ、人参、きゅうりで。そしたらきゅうりは輪切りで、ちょっとあればいいと思うんで。そしたら人参は皮落として、薄い千切りやね。はい。合ってる？合ってます。苦手やわ、けんちゃん。今度からけんやな。君がしてくれ。はい。まあ苦手とはいえ、クソ下手ではないやろ。はい。クソ髪の毛はおかしいか。はい。どんな感じになってるの？オールバックか。オールバックの。ベターンってなってる感じ？オールバック。オールバックのオールバックかよ。よし、オッケー。そしたら玉ねぎはもうこんな感じで。まあ魚少ないんで野菜も少なめでいいでしょう。はい、そしたらこの野菜盛り合わせに何入れようか。酢と醤油を。どれぐらい？1対1です。適当でやろ。はい、うん、みりんが 0.5 です。ちょっと少ないな、多分。もうちょい入れる。こう、同じ時間入れたらええちゅうことやろ。はい。ちょっと醤油多かったね。醤油フライングです。砂糖、はい、なんかお好みって書いてます。お好み。あ、甘くしたい人は余計入れってことか。はい。どう思う？まあ、ちょうどぐらいじゃないですか。はい。ちょい辛やな。ちょい辛。もう砂糖とみりん足しとったらええわ。はい。ちょっと野菜も分厚く切りすぎた感があるわ。そんな気せん。気持ち。ああ、そうですね。あ、でも時間経てばしなっとしてくるんじゃないですか、水分で。あ、ほんまに？いいこと言うね。フォローが上手ですね。あ、ありがとうございます。うん、バッチリ。はい。ゲイ。そしたらこいつら小麦粉をつけるよな。はい。はい。けんちゃん。はい。お好み焼き粉でええか。多分大丈夫。一緒やろ。はい。はいはい。お好み焼き。多分味がついてるだけよ、これ。はい。出汁が入ってるだけね。で、油で揚げるって感じ。はい。そしたらティファールの鍋で揚げていきましょう。ケンちゃん、俺一緒に仕事しようってせっかちやと思ったことない？ああ、常に思ってます。もうね、スピード重視で終わらしたいんよ。はい。料理もそういうとこあってね。こうやって先にね、俺火入れちゃうの。もう1秒でも早く完成させたいん。あ、そういう性格なんですね。かなあ。特に仕事はそうやね。けんちゃん、これ覚えとくといいけど、まあ、いろんなね、それは細かいことはあるよ。細かいことはあるんやけど、もう仕事は早ければ早い方が仕事ができる人ってことやわ、はい、ざっくり言うともそうやから。もちろんその漁師やったらこうリスクを度外視して早く仕事をする人とか もちろんそんなのダメやし、あと人に対して横柄とか、そんなもちろん抜きにして仕事ができる人っていうのは仕事が早い人。もうそれは基本やから覚えておき。はい、はい、もうええすか？それは早すぎると思う。早すぎっすか？確かにね、分かったよ。まあたまに料理する過程でね、せっかちな分油に早く投入するとまあ失敗するわ。はい、油結構大事よね。はい。はい、待ちます。もうええ、まだ3秒ぐらいしか待ててないですよ。はい、待ちます。でも視聴者さん、これは分かるんじゃないですかね。カップラーメン作るときに、まあ、ケトルでやるとするやん。はい。熱湯を入れる。それは分かりますね。それは分かる。それ僕も時々やります。あ、本当に？じゃあ歯磨きをしながらトイレに行くわ。あ、やります。用を足す。あ、それは分かるんや。はい。あ、そう。コンビニって私有地やん。はい。車でコンビニから出てきます。とりあえず車を出してシートベルトをする。その私有地の間にシートベルトをする。これは分かんないです、ね、分からんの？僕は車に座った瞬間にシートベルトをします。あ、そこはせっかちじゃないんや。そこは俺がせっかちってこと？あ、うん、早く出たいっていうせっかちと、僕は早くシートベルトをしたいっていうせっかち。なんで早くシートベルトをしたんや？どうせしないとダメだから、先やっとこうって。なんか暇やん、その駐車場出る間。ああ。何もすることないやん。なんかこうキョロキョロしながらこうやって。そしたら投入。こういう時皮目からかけんじゃん。やろ。あんま気にしたことはない。さあ、そしたらね、あとは上がったやつをここに入れるだけやね。はい。で、半日から、まあ早くて2、3時間はつけときましょうってことやな。はい、じゃないと多分、まあ、魚は多分食えるけど、野菜がこう、しなってなってこないんやと思うんやけど、多分そういうことよね。はい。だけどまあせっかちなんで、もう今から食べます。はい。さあ、油切って、
まそうじゃないですか。うまそうです。なあ、もう入れていい。はい、まあ、熱々のうちに入れた方が。あ、そういうことか、はい、もう入れていいって言ったらせっかちですねって言われるかと思ったけど、これはまあ早い方が味が染みるところか、はいはい、せっかちが功を奏す時もあるんやな。そうですね、はい、よし、いただきます。あこ早すぎますね。うまっ。これせっかちの方がええぞ。そうですか。なんか揚げ物をさ、揚げたての方がうまいやん。はい、これはせっかちが功を奏してるぞ。揚げたての南蛮漬けみたいな。野菜はガチガチやけど。さあ食べてみ。あ、はい、うまいぞマジで。あ、おいしそう。ホクホク。いただきます。これ、ね、せっかちがね、功を奏すパターン今日発明しまして、南蛮漬けは即食う方がいい。どうや。僕は置いた方がいいと思います。